行為に敵反応なし。木星プラント奪回に成功。全域に敵反応なし。どうやら敵を一掃したようですよ。やりましたね、艦長。これで火星の後継者の勢力を止められます。しかしまだ南雲の主力艦隊がどこかにいるはずだ。あれだけ大見えを切ったのにこの程度の戦力であるはずがない。きっと主力艦隊はもうこの中域にはいませんね。一体どこにいるんでしょう。再び火星への侵攻か。おそらく。そして今度は総力戦で向かっているはずです。敵の裏をかいて奇襲したつもりがさらに裏をかかれたわけですな。でもすぐには無損ジャンプできませんよ。単独無損ジャンプはジャンパーに肉体的精神的負担をかけます。戦艦クラスのジャンプとなればなおさらです。イネスさんの回復を待たないと危険すぎます。ターミナルコロニータケルです。しかし大丈夫なんでしょうか。ネットワークは敵に握られてますし。また変なところに飛ばされるかもしれませんけど。ちょっと待ってくれ。もし敵艦隊がここから火星に向かったとすると、当然ネットワークを使ってジャンプしたわけだ。ええ、おそらくそうです。ということは火星までのルートだけは確保されているのじゃないか。可能性はありますよ。艦長、やってみる価値はあると思います。さあ皆さん、タケルに向かいましょうか。